改革の最優先、これは今後とも自由民主党が進んでいくべき道だと確信しています。これによって皆さん方の暮らしを守ります。自民党は去年の国土交通省の予算が例えば10兆円としたら、10兆円はまず認めてやろう。これから入るんです。官僚の既得権益を前提として予算を組んでるんです。金がないんじゃないんです。財源がないんじゃないんです。私たちは皆さん方と交わしたマニフェストに沿って優先的に予算を作る、つけていく、生活を守り抜く、この一点には。あ、違う違う。